性ばっかりじゃないね。これはホールですか？そうそうです。あ、こんなものするんだ。エッチングですか？これ何ですか？いやいや、エングレム売ってます。手彫りです。あ、手彫り、はい、これ、はい、でも煙突煙突見てきた。手彫りだそうです。全然作っているブリの技法っていう技法です。それ抑えきれないでしょ、このプロジェクト、ね、これなんかこういうのを彫刻できるんですか？あ、できます、ね、これしてしまったらお客様のほらこんなと違うって思われたり感じで、とりあえずキャンバスを残しておいて、で売るときに、はい、折ってあげる。これがマンモス。マンモス。どういう角度っていうの？なかなか。ナイフってね、写真撮りにくい。これはマウンテコーの丁寧な作り方を。なかなかの絞り具合がある。これは素材は何ですか？キャンバスマイカルタっていう。あ、あ、じゃあ、はい、あのジパンみたいな。そうです。ああいう面の方法で、ね、圧縮キャンバスで、あ、キャンバスこれの圧縮版で定番といえば定番。見てこう絞り方、このあれでもこのぐらいの落としではまだ辛くならないんで、中でかき穴に開けてます。はい、でバランス、
けえな、これもすごいな。そしたらそんなことないと思うんですけど、やっぱり歪みが出たり曲がったり。ATS はそうでもないみたいな、はい、よろしいですか。あ、もちろん、うん、前に作った鋼材が残ってるから デッドティッピー、あれはやっぱりダメ。それを聞いたんだけど、いいって言うんですよ。だからどっちが本当なのか、削り方にもいいですよ。棒でなくても硬いので、焼き入って帰ってきたらとてもじゃないものつかないでしょ。これぐらいのナイフ作ってるんだったら別にまたあれだけど、やっぱり柳刃とか薄刃とか作ったらとてもじゃないが削れないでしょ。だから誰か知ってる人いるかなってことしたんですけど、包丁作ったことあるんですけど途中で投げ出しました。あ、やっぱしや、そういう世界最後削っちゃったからもう出しちゃい、機械持ってるから。YouTube 流しますけど映していいですか。はい、いいですか。はい、どうぞ。はい、台湾原住民。あ、見たことあるこれ。そう、映画の中で出てますよ。台湾原住民。この炭素の技術ってのは日本からそう、それとも中国ですか。台湾で。台湾の昔の方っていうのは、この首かせやっちゃったときね。日本人との接点ってあるんですか。炭素技術とか、日本人との接点があったんですか。いやー、それは分かりますけど、台湾では全部絶対に自分で説明したら、先生の方が詳しいですね。あ、すみません、日本の影響下ってあったんですか、台湾は。あ、他人の断造的に日本の影響、就是说你是否看了日本的断造的东西。哦，不是，因为台湾本身就断造，他是走大陆福州过来的技术啊，台湾カラーの技術。はい。どうもにこう台湾の方はどういう鉄を使ってらっしゃったんですか。1095，他说台湾都用什么料的铁啊，什么材料原材料。有中碳钢跟高铜钢。哦，哎，中碳钢。中碳钢就是车子底下那个弹簧钢。号码。没有忘记了中碳钢。啊，那我知道。1056的。早期都是拆卡车的那个骨锈。じゃあの、その日本は。玉鋼で分かるから日本刀。そう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 、砂鉄、あのサウンドスティール、サウンドスティール。浴缸で。あ、浴缸で。あの前は席で、あの玉鋼では何個買いました。チャリだね。記念品としてあの。そういうとこから作る技術っていうのは日本はしかできない。台湾只有花蓮。これは全鋼のモデルなんですね。そうですね。主にこれ何ですか。肉。但是这个是干嘛的？肉，搞肉的还是？对对，切肉的。你可以切啊，哎，这是一体的哦。一体性的呀，都。台，叫一体性的，但是它是。これはどういうあれなの？これ武器？武器で。武器は武器。Weapon？そうだよ。武器は武器です。它是什么意思？就是他说这是什么个存在哦，武器。今は皆さんですね、皮切りに使ってます。皮切り包丁っていうのがあるんですけど、あのあれも私を昔作って自分で使ってるんですけど、これを作って使い始めたらもうこれがこうやって切れて使い、自分の中の先生には皮職人だけど、でもだから時代によってはこのラウンドカッターって知らない方も
なんかっていうのもうだいぶ長い間使ってますけど、うん、あらららら、ロフトンがちゃんと、これじゃ あ雨も染み込まないように雨染み込みますけど結構早く乾きますね。なんでこんな硬いのこれ、知りたい。あ、こんにちは。すごいね、ここの作り込みが素晴らしい。ナイフにこだわる人はここまでこだわるんだよね。これだもん、素晴らしいです。この硬さという、素晴らしい。ちょっとこれ最近のやつですか。いや、もうだいぶ経ってます。これ山崎さんのこだわりじゃないですか、これは。そう、こだわるってよく言うんですけれども、うん、そうじゃなくて自分が目標としているものを目指してたっていうだけで。いやー、これはすごいな。やっぱ違う。こうやって並べてるとね、山崎何やってんだと思われちゃうんですよ、ね。こういういいものみんな、こう YouTube で流していいですか。はい、いいです。こういういいもの。どっちにしても今注文受けないようにしてます。いいもの作ろう、いいもの見なきゃダメ。もう市販品ばっかやってないで。素晴らしい。ほら。年金があると。靴だとかかとに野球入れるくらいの。ね。ね。いや、俺も結構可愛いし、これこれ珍しいな。これがあの山崎さんの必殺技になるのかな。なかなか素晴らしい、いいものを見た。ベースは今日本にいるんだな。海外行ってると多分相当びっくりされますよ。こんなちっちゃいの山崎イズムが入ってますね。抜き差ししてよろしいですか。出すときは時々こうやって出しちゃう人がいるので、ここ切るんで出すとき気をつけてください。奥まで入れると音がします。自分はロックオンって言うんですけどね、あのロックした時の音が出る。またこの革質も素晴らしい。なかなか真似できない。この山崎さんのこれで、山崎さんこれでおいくらぐらい。今あの注文を全部断ってるんですよ。だけどこれで6万5000円ぐらい。あー、やっぱりね。あ、これ見よう。素晴らしい。こんな人いないよ、日本に。いやー、いいもの見せてもらった。これがこのやらしいカット見て、こう普通にカットしてないこれで、ここの厚みが厚いんですよ。いやー、そこにあのバトリーできる。できる。いやー、あーねー、いいね。はい、ATS35。 これでチビちゃった状態ですね。これがチビ。またやってみますか。はい、山崎さんのこれで。おこ、あ、この年代で。こだわりだね。日本にはこういう人がいるんですよね。横山さんの。横山さん。間違えちゃった。口座が何ですか。これが極南高等青山のリーグ。関節。はい。
これ1本作られるのに何時間ぐらいかかるんですか？あ、1本で作ることはまずないですよ。単造は単造でやって、ああでまとめて全部やる。同じ工程で。はい。ああ、私最高じゃないですか。うん、これは何でしょうか、ね、本業はカンナなんですよ。カンナかじゃないカンナって、はい、ものすごく合わせが難しい。そうなの、日本人で難しいぐらいの方なんですか、はい、カンナ、はい、カンナだそうです。じゃあこういうのを作られになるっていうのはもうまたあのご趣味かな。うん、一応カンナばっか作っててもしょうがないんで、いろんなのを作ってみようかなと思って。お好きなんですね。まあ切れ物が好きなんで。ほんとちょっと夢が出るよ、俺は木とか買ってるから。で、誕生品がほらあんまりないじゃないですか。うん、それで、うん、日本にせっかくある誕生品があんまりないんで、うん、結構なあれですね、重量だね。やっぱ胸の誕生ってやっぱいいね。うん、でも、まあ、誕生が全部いいわけじゃないですけどね。でも打てばこう炭素が剥がれ落ちるじゃないですか、うん、その時にこう人生が出るという、うん、一つ研ぎやすくなるし。